DM20 ポメラはキングジムが製造販売するデジタルメモである。製品名はポケットメモライターの当時語で同社が商標登録している。キーボードで文字を入力して記憶する機能に特化したメモや文章の作成専用機。いつでもどこでもすぐメモ量コンセプトに以下のような特徴を備える。 左右のピッチは 17mm パンタグラフ式キーボードを備える。日本語入力システムに ATOC を採用する。軽量な筐体で携帯性が優れる。折りたたみキーボード搭載機種は、携帯時に文庫本程度の大きさである。多くの機種で入手性が高い乾電池を用いる。稼働時間が長い。市販の単四乾電池2本でおよそ20時間、DM100 は、 単三電池2本で30時間、DM200 はリチウムイオンバッテリーで18時間稼働する。電源ボタンを押してからおよそ2秒後に起動完了する。会議中の議事録入力や移動中のメモ作成などを想定し、文字の入力と保存に特化している。ワープロ専用機からさらにプリンター機能までも取り除いた機器といってよい。行番号表示や開業位置設定などはないが、 DM20 は自動開業設定。DM200 は行番号表示をそれぞれ備え、インターネットやメールなどの通信機能はないが、DM100 は Bluetooth でスマートフォンと連携し、DM200 は Bluetooth と無線 LAN を備える。1ファイルは DM10 と DM5 が8000字、DM20 は28000字、DM100 は4万字だが、 複数ファイルに分割保存も可能で SD メモリーカードを利用すれば実質的に制約なく作成したテキストの保存が可能となる。1990年代以降、日本語の文書作成のためにキーボードから入力したテキストを活用することが一般的になった。しかし、2000年代後半にワープロ専用機の多くが終売し、キーボード入力の過半型機器は 実質的にノートパソコンに限定された。ノートパソコンは小型軽量化が進化して、ウルトラモバイル PC やネットブックなどが上司された。しかし、バッテリー持続時間、起動時間、不要な多機能などとメモ文書の入力に適していなかった。ポメラはこれらの不便解消を機として、キーボード搭載。 軽量コンパクト、乾電池による長時間動作のメモ専用機をコンセプトに開発した。製品化まで、社内の反応は芳しくはなかったものの、企画承認時に一人がお金を出してでも欲しいと強く賛同して、商品化決定に大きく寄与した。型番の DM に続く数字が1.2桁の機種は折りたたみキーボード、3桁の機種はストレートキーボードを搭載する。 2008年11月10日発売の初代期。製造終了。販売元の予想を超える出荷台数を記録した。表面にラバーコーティングを採用しているため、経年劣化すると、下水分解して表面がベタベタになる問題がある。2009年12月11日に発売。製造終了。記憶できる、文章量の制限などを緩和した、上位機種。 表面処理は DM10 と同様で、経年劣化でべたつくようになる。2010年3月9日に発売。製造終了。メモリを初代機と同等の仕様に戻した電化機。画面解像度を落としたほか、画面はシリーズ機唯一の STN 液晶で、二つ折りのキーボード搭載機としては唯一、キーボードが展開時に横にスライドしない。 2010年6月17日に発売の数量限定のプレミアムモデル。製造終了。なお、キーボードの刻印のうち、ひらがなが、ひながなになっている5色があったため、8月9日に無償で部品交換を行うと発表された。2010年12月22日発売の数量限定の機動戦士ガンダムコラボレーションモデル。製造終了。 シャアアズナブルモデル、ランバラルモデル、ジオン軍モデルの3モデルがあり、起動・終了時の画面表示がそれぞれ異なる。また、ガンダム用語が変換候補に登録済み、キャラクター別専用ケース同梱、といった特徴がある。口述の表ではモデルによる違いを括弧内の表記で記載。DM-1002011 年11月25日、発売。 製造終了。ストレートタイプのキーボード、電子辞書機能、バックライト付け液晶、Bluetooth、テキスト縦書き表示、親指シフト入力方式対応機能などを新たに搭載した。2013年3月8日に発売。製造終了。軽さ、薄さ、テキスト編集機能を改善した。DM2002016 年10月21日に発売。 バックライト付きの7型ワイド画面、キーピッチ 17mm のキーボードを搭載。無線 LAN 機能を搭載し、クラウドストレージやプリンター、メールサーバーに直接ファイルをアップロードできる。電源はリチウムイオンポリマー電池を採用し、使用時間は約18時間となっている。CSV ファイル編集機能はなくなった。組み込み OS には開発当初は Android を採用しようとしたが、 Android ベースにした試作品では約9時間しかバッテリーが持たず、ポメラのこだわりである長時間のバッテリー駆動時間が実現できないため、製品では Linux ベースの独自 OS となった。また、従来は乾電池を採用していた電源は DM200 では炭酸系乾電池にすると合計6本も必要になり、重量も増してしまうため、リチウムイオンバッテリーを採用した。 文字は森沢のユニバーサルデザインフォントが使われている。2018年6月8日発売。製造終了。折りたたみキーボードが従来の2つ折りではなく3つ折りの観音開きになった。ポメラシリーズで初めて E インク社の電子ペーパーディスプレイを採用した。電子ペーパーの使用上、文字を打ち込んでから画面上に表示されるまで若干の遅延が生じる。 ゲームデザイナーで作家の柴村博尻は、ポメラを小説、脚本などの執筆に愛用する理由として、ゲームやインターネットブラウザ機能がなくテキスト入力に特化しているため、執筆する際に誘惑がないことを挙げ、自主的な監禁道具、仕事しかできない最高のツールと評している。ゲッティナビのライターナックル末吉も、ノートパソコンやタブレットなどでは、 テキストを入力しながら、ついついネットや SNS を確認してしまいがちですが、専用機のポメラならそのような誘惑も、皆無と評している。ジャーナリストの津田大輔は、DM200 をメモ機のレベルを超えたような気がする、スマホやタブレットのキーボードにもなるのも、地味に便利だ。スマホやタブレットと、ポメラという組み合わせで持ち歩けば、ノートパソコンはいらなくなるかもしれないと評している。一方で、 モデルチェンジのたびに高機能化するとともに重量と値段が上がっていることもあり、DM200 には否定的なレビューもある。アイテディアのライター、山口正宏は実売4万円台前半、5万円台前半という価格は新規設計のハードウェアとしてはそこそこ頑張っている方で、おそらく原価もかなり高いと推測されるが、安価なタブレットがこれだけ普及している、現在。 単機能のテキスト入力ツールとしては割高な感は否めないと評している。ありがとうございます。